チャンネル。はい、皆さんこんにちは、リッキンです。先日大流ラーメンを福岡県久留米市から取り寄せて、それを全部冷凍したんですけど、今あのカチカチに凍ったネギ、メンマ、あとキクラゲ、それとあの麺ですね、それとスープです。これもカチカチに凍ってますね。それからあのチャーシューですね、これも3枚入ってますね。で今からこれをあのラーメン作っていきますので、こっちがあの麺を温めるためのお湯で、こっち側に水が入ってるんですけど、もうこれ水から入れちゃいます。であとは沸騰するまでずっと置いたままにしてます。こういう風な感じで、あのどん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 溶けてきます。カチカチだったやつがだいたい15分から20分ぐらいですかね。まあそれはあの確認しながらやってください。一応作り方はですね、一応こういう風な感じで用紙が入ってるんで、これを見ながら、冷凍前だとこのままで作って大丈夫だと思うんですけど、まあ冷凍してますから、ちょっと自分流にアレンジしてやってください。だいたい15分ぐらいでこんな感じで、もうおそらく熱々のスープになってると思うんで、これで置いておきます。でとあの説明書では麺は1分から1分半って書いてあるけど、ちょっと長めにあの凍ってる麺を入れます。まあこんな風にすぐあの柔らかくなるんで、で上に乗せる具材はちょっと解凍するなりして、まあ先にこうやってやっとすぐ乗っけれるんで、でこの間にもスープはラーメン丼に入れます。先ほどの温めたスープなんだけど、これ大変熱いんで気をつけてください。このようにもう熱々になっていますので、あとは麺とトッピングですね。麺の方がもうだいたい1分半、2分ぐらい経ってるんで、もう揚げます。よく湯切りをして、トッピングですね。とチャーシューを入れます。3枚。はい、できました。こんな感じです。はい、一応こんな感じでできました。ものすごくあのやっぱ久留米の豚骨なんで香りがすごいですね。こういう感じですね。